土砂降りでしてね、すごいですよ ねこれ大変だし、よう買ってからこの時間の中で僕やらなきゃいけないか、まあ僕だけの話なんですけどもね、はいはい、少々お待ちくださいね、はい、はい、間に合った、はい、どうもどうもどうも、土砂降りすごいですね、雨ね、そうです ねどうします、いやちょっとね、春物の服着てきたんですけどもね、びしょ濡れになりました。あいや、ハウといえばね、先週金曜日に、はい、お花見をやりまして、みたいですね。おやりになられたと。いや、まあね、いや、ちょっと、ね、やらかしたお仕事じゃなかったら、ほら、思ったんですけども、そしたら、ここの社長さんが、花見やろうぜ、いつ、あさってとか言うもんだから、来れる人ほとんど限られちゃって、何人ぐらい集まったんですか ?5 人。え、ちょっと待って、吉岡さん。吉岡さんと、クズさんと、先輩と、僕と、あと金曜の瀬尾さんですね。瀬尾さん、ちょっとこれ、飲み会じゃないですか。飲み会なんですよ。はい、ちょっとさ、ただ、無理じゃ飲み会ですよ、本当に。はいはい、そんな感じ、もうびっくり、それでさ、吉岡さんと一回行ったんですよ、花に上乗れてくとか歩いてたんですよ、はい、で向こうから現地中継しますからって言われて、で中継するのも写真送ってやろうと思ったんですけども、着いた時にはもうやばい、もう番組5分10分前とかで早く早くとか言ってるんですけども、着いたらもう酔っ払いの人がいっぱいで、うわーギャーとなったりとかしてね、でそれでもう目の前にはですね、なんか僕の2倍ぐらいの年上ぐらいのおじさんが、はい、僕らと同じぐらいの若い女性の人を、はいはい、いいだろ入れないからキスだけさせろよってガーッとってダメびっくり、そんなの入れれば海辺でしっぽりしてる人もいるんですよ、梅の、はい、池みたいなとこで、しっぽりしてる人がいるから、はい、もう僕と吉岡さんで、こうやって後ろから落としてやろうぜって、待って、後ろから落とす、落とす、ぼちゃーんでしょ、ね。落とした後に、わー、寒い、こんな寒いとこじゃいらんないわ、早くシャワーでも浴びなきゃって、そのまま、ああ、あそこホテルがあるねってなるから、あ、逆に僕らフラグになるからやめようぜって。というわけで、我々、はい、秋葉ドット TV ステーションの最強死刑囚たちがお送りする、水曜 ATS。 はい、皆さんこんばんは。花火の勢いすごかったです。いや、はい、生放送をね、終わった後に僕もユーストリームで、はい、金曜 ATS さんを見ようと思ったんですよ、はい、金曜 ATS さんも間違ったら、どうも携帯からファームウェアがなんかアップデートしてて、はいはいはい、ボタン間違っちゃって、はい、生放送始めますって言うんですよ、はい、え、携帯から生放送できるんだ、あ、できるんだ、とか思ってそう、夜中ツイッター見たらユーストリームの URL 貼り付けてあって、ね、どうならね、ログ残せないからいいやかんならと言ってね、はい、もう吉岡さんで、ういやーやっやーって、吉岡さんすごいですよ、今から俺の電話かけてって言った後に、吉岡さんの電話番号がいろんな人にツイッターでダイレクトメールで渡ってくって言ってですね、もしもし誰かけ終わった後にちょっとお酒が抜けた後なのかね、あ、しまった、あれ会社でガチで使ってる電話の番号だったっていう言うんですけどね、すごかったよ、あれですね、花火中継カオスで、あれはカオスだったね、本当に。今後は楽しみですね、もう。大丈夫です、もうあんなことはしません。はい。はい。二度とできない。二度とできない。おかげでも後悔ですよ、本当に。あの後ダーツをやって、カラオケ行ったんですけども、瀬尾さんいっぱいもお酒飲まないの。飲んだっけ、ダーツ飲んだっけ、行くのでしょ、あの人なんで飲まないのかなって言ったら、お花見来といて、一応サイダー飲んでんの、はいはい、ちょっとお花見来といて、そらないじゃないかって言ったら、僕とは行くとは一言も言ってないんですよ、いや、私この後のカラオケにそらいますからとか言って、声の調子をずっとそらないよ、僕なんかね、ビールガンガン飲んでるもんだから、カラオケ行ったらもうぐでんぐでん、声なんかガラガラ、高い音全然出ないっつって、はい、うわー、もうと思って、瀬尾さんもカラオケ行くこと前提、お花見来てますからね。あ、じゃあカラオケに行きたかったんだ。そうですよ、あの人。なるほどね。びっくりしましたね、はい、本当に。で、ずーっと全然飲まかったですね。ダーツは全然矢が刺さんないしさ、難しいですね、ダーツって。ダーツはね、コツありますからね、まっすぐ引いてまっすぐ投げる、ね、投げるでしょ、あれ、難しいっても分かったです。まあ、酔っ払いにはできないですよね。難しい競技ですよ。いつか僕が月曜日にね、7時 TBS に出ることがもしあるんだったら、はい、あそこの的を当てずに関口宏さんの喉を突こうと思ってたんですけど、ちょっとえ、あれって刺さるやつでしたっけ。刺さってですよね。ですよね。喉元ついたらね、関口宏さんお持ち帰りできるのかなみたいな。はい、はい、すみません、怖いです、怖いです、はい、すごいコメントで吉岡ファンタジスタ
ファンタジスタだ。はい、さあ、そろそろね、何が、業務連絡もう始めてください。いや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 、今日ね、ネオジョのことの時間がね、どんどんすごいいっぱいあるんで、あ、そうだそうだ。ね、いっぱい時間今日取ってましたので、そうですね。ね、だって昨日、先週ですか。先週。話したい、話したい。今日4月11日はね、はい。はい、1997年、97年、セガサターンで、センチメンタルグラフィティのファーストウィンドウ。やった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 誰で誰推しでした、やめましょう、ごめんなさい、なんでもないです。わかその誰推しでしたかって、その覚えてないです、昔の話で。長倉エミルです。はい。はい、セガサターンで、はい、セガサターンで爆裂ハンターが、はい、うん、プレイステーション1でですね、はい、アランドラ、ライデンデラックス、2002年にはですね、ドリームキャストで、はい、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオン&デラックスが発売された日なんでございますよ。粒揃いですね。ねえ、もうすごい。もう久々に僕自分の口から長倉エミルって言いましたね。何年ぶりだろう。そうですね。エミルはでも、うん、確か一番ロリッコな。集まる楽しむ、そんな感じ。ATS! 怒られちゃった。やれよと。他の番組さんみんなこうやって揺れてますよね。そうですね、うん、あ、全然関係ないんですけど業務連絡です。あの1280円であのチャイナドレス売ってた。ちょっと待って、それは金曜日への安上がりじゃないの、あれ大変びっくりした。瀬尾さんが大変ですよ、あれ経費落ちないんですとか、経費落ちないとか言ったんだけど、いやじゃ、でも吉永さんがなんかね、自腹で買ってる時とかね、そうなんだ、瀬尾さんが自腹、あ、そうなんだって、ね、だから皆さんもね、その分が浮くようにぜひとも瀬尾さんの回ポタク買ってあげてください。全くですよね、本当にもうそれがバックされれば、我々ポタクでバックされる、ポタクってだからお金はしなくていい、まあいや、ポタクっていくらか入ってくるんですか。あ、そうなんですか、まあ、本来は。あ、なるほど。まあでも本当買ってくださる方いらっしゃいますから ね、ありがたいです。あれ本当ありがとうございます、いつも、ね、僕お金もらったことないからわかんないですけどね。まあまあでもプライベートね、いえいえ、まあまあまあそうですよね、いろんなあるんでしょうね。はい、いきなり始まった、いきなり吉岡さんから説教を受けました、花見中継。なんで、いや、あの吉岡さんが、いろいろ電話で説教をですね、はい、誰に、 SC さんに、あ、はい、ですね、あとテペさんとかにもね、まあ、あの時はあの時で、まあ二度、あんなことはもう二度とないと思います。楽しかったでしょ。楽しかったでしょ。じゃあいいんじゃない。どうもです。大きいんです。よろしくお願いします。はい、柴田です。よろしくお願いします。柴田さん。よろしくお願いします。いやこの番組はですね、毎週月曜日並びに水、木、金の4日間、はい、毎回各パーソナリティがですね、テーマに沿った最新情報をする55分の情報バラエティ番組でございます。はい、今のところもうすでに6分以上経過してるんですけども、全く情報が入ってないですね。はい、バラエティでもないですか、ね、バラエティでもないですよ、はい。で、木曜日はですね、琴の真央さん、山岸真理さんが、スマートフォン、ガラパゴス携帯などアプリ、ガジェット、こちらで、またウェブ制作などですね。で、金曜日は瀬尾明日香さん、プロナリアさん、菅野芽衣さんが週末を中心としました秋葉原のタウン情報やイベント情報を、また月曜日はベートーベンの2人が、大人のホビー情報をお送りしております。そしてこの水曜 ATS なんですけども、まあ、新作のゲームソフト、またはですね、そのゲームに関する情報などをお伝えしていこうという魂胆でございます。はい。はい、そんなことを企んでおります。そしてですね、今週はちょっとなかったんですけども、うん、第1と第3、これがですね、井上美優のマジカルミューボンバーさん。はい、はい。で、第4週はですね、20時から今度、新番組で始まります。そうですね、新しく。町宮アコの飛び出せ学生 CTV さん。うん、こちらが行ってるんですけども、通常版の私どもですね、番組の観覧ができまして、こちらお越しいただけると、私ども2000円。観覧料としていただいております。はい、そして投資で、さっきこの番組と続けてご覧いただける場合には、こちらの水曜 ATS の方が1000円でご覧いただける。そうです。合わせて3000円ですね。はい、というございますので、ぜひとも、足を運んでくださいって言っても、今日の土砂降りは本当に大変ですね。さっきまで降ったりやんだりだったんですけども、はい、急にこんな強くなりました。秋山に、ね、こんな感じですよ。はい、うん、一日中降ると思ってたんですけどもね、うん、歩く入る人って僕の名前をね、なんかね、歩く入る人とか、瀬尾さんも歩く入る人って言いますよね。琴野さんはウォークアウトさんとか言いましたよね。ウォークアウトさん、うん、出てっちゃうの。出ちゃうんですか。ウォークインってもともとどっちかっていうとその物置みたいな。そう、ウォークインクローゼットもウォークインです。ですよね。はい。うん、それですね。はい。なんでその名前なのかって言ったら、喋ると長くなるんで、めんどくさいから。めんどくさいから。はい。今日ですね、ゲームを一本ご紹介する前にですね、はい、それいつまでミンキーモモなんですかって。お、ラブラブミンキーモモになってる。どういうことどういうことちょっと信じらんないです、本当に。だーひどい、せっかく。そう、もうひどいね。こっちが正しい名前ですね。はい。今日ですね、1本目番組ご紹介する前にですね、はい、ちょっと、
こういうもの、最近僕がハマってるホビーがありまして。何それ。ちょっと2巻目見てもらっていいですか。これです。スクランブルキューブって言います。マジカルキューブ。やめなさい。今のわざと。やめなさい、本当に。本当に。本当にやめてください、本当に。ね、金光くんに好評なんですけど、マジカルプリンセスは。いや、いいですけどね。金光くんちマジカルプリンセスと関係の赤すぎたの同人誌がね。まあいいや。こちらですね。スクランブルキューブ、最近僕ちょっとこれハマってるんですけども、はいはい、こちら何かと申しますと、キューブパズルです。普通ルービックキューブですと 3×3×3 ですけども、これ 3×3×1 でございます。へー、そうですね。というものがね、これ最近、はいはい、こういう価値で、こんなになっちゃうんですよ。あ、本当だ。何これ、すごいですよね。これこんなになるんですって。はいはい。ガチャンコンガチャンコン、もうまるでびっくり。こんなに変身したらもうあのなんとかロボットみたいな感じ。なんとかロボット、こんなになるんですって。これ最近僕、何でしたっけね、こんな感じで、もうわけわかんない。もう結構、わけわかんなくなっちゃう。9面と比べても難しそうですね。どっちが難しいのかね。僕実は9面のパズルができないんですよ。はいはい。だからパズルは結構二次元的なパズルが好きでよくやってたんですけども、うん、こういうものがあります、うん、はい。でですね、これをやっていただいてる間に、はい、まず1本目のタイトルの間に工藤さんに、ええ、さらにもっとぐちゃぐちゃにしてもらおうと。はいはいはい、はいはい、とりあえずまあぐちゃぐちゃにしといてください。はい、まあ後ほどということで、うん、はい。で早速ですけども、早速じゃないですよ、番組始まってもう10分以上経ってるじゃないですか。まあ、そうですね、はい、おくばせながら、おくばせながら、はい、はい、何マジカルプリンセスになってるじゃん。だからこれ怒られたら外しますね。はい、怒られちゃった。はい、でですね、じゃあ最初に1本目、まず番組ですのでちゃんとゲーム紹介しますよ。こちらの VTR をご覧ください、はい、どうぞ。バルグレート、私アカデミーを卒業して錬金術師になったの。今日からここでお店を始めるのよ。さてと、まずは宣伝宣伝。私、デルム通りで錬金術の工房をやっているメリエーラと言います。じゃあ決めた、オイラあんたに依頼する。じゃあ今回だけ助けてやるよ。待たせてすまなかったね。どうぞお嬢さん。このエルハルト様が戦うんだ、勝利のキスくらいはかけてもいいよな。呼んだか、拷問器具から爆発物までよろず調合してやるぞ。さすがは錬金術師、恥を知らん連中だ。僕はアレクセイ、アレクって呼んで。
メントいただいております、うん、ST さんですね、今度スタジオに行くけど、なぜか水曜だけ行けないという謎、はい、ああまあまあ泣く泣く予算がないからって言っていただいてますけど、まあ大変ですだってわざわざこっちまで広島の方から来ていただけるわけですから広島からですもんね。あそういうあね番組のためにありがたいですよね。本当ありがたいことです。なんでまあ週末使ってもほら水曜日でもねそういう意味では、うん、都心の人はねスイスイ帰る水曜日で残業ノー残業デーみたいなあるんで懐かしそうですね。懐かしく今でもノー残業デーってありますよね。まあありますけど、うん、ただ言われたのは結構前ですよね。そうですね。スイスイ回廊水曜日なんかまあ気づかないと思いますけど、まあ大丈夫です。まだ始まってないけど僕今度春の番組大変で僕木曜来ますから大丈夫ですね。あ本当で、はい、まあ、まだ言っちゃいけなかったですけどそういうこと言う嘘ですよ番組会議ってねえなんであれおかしいな冗談で言ったらなんでみんな誰も笑ってないんだろう。いやだって今のはねもうだって4月始まってるんですから番組会があるわけないじゃないですか。なんかねこうタイミングとか言い方とか全て絶妙でしたよね何その顔エルクローネのアトリエ、ディアオボートディアごめんなさいエルクローネのアトリエディアフォートメイトですね、はい、こちらアイディアファクトリーさんそしてオトメイツさんからで発売あれ、うん、アトリエシリーズなので、はい、おかしいこちらですね。もちろんガストさん関わってるんですけども97年の5月にですねプレイステーションで発売されましたセガサターンとかゲームボーイやですねワンダースワンなどでも多岐にわたってシリーズが発売されたこのアトリエシリーズなんですけども、うん、今回オトメイツのブランドで、はい、まあ、新たな産声を上げるわけなんでございますよ。そうですね、はい、で、まあ、錬金術師として、はい、手に入れましたアイテムを、うん、まあ、合成してですね、はい、あごめんねこれちょっとね静止がないんだ僕のコメントになっちゃうんですけども、その手に入れてですね、まあ、さまざまなアイテムを生み出すっていう、まあ、従来のちょっと RPG と違いましてね、まあ、いろいろシリーズやられてる方はご存知かと思うんですけども、そういう雰囲気から、そのシステムから男性のみならず、女性からも人気のある、うんうん、タイトルなんですけども、うん、今回はですね、オトベースさんの手に、完全にも女性向けのタイトルとして発売されます。はい、そのため、従来のアトリエシリーズとちょっと異なりまして、毎回毎回ですね、1日ずつが発生するイベントを選択して、うん、アドベンチャー形式でストーリーが展開するんですよ。はい、うん、はい、ね、まあ、依頼を頼まれたりですとか、はい、で、まあ、男の子にアイテムをプレゼントしたりですかね、うん、で他にもですねクエストイベントとかですね、まあ、攻略のキャラクターとかいろいろデートイベントとかお出かけイベントとかもうオンラインに戻ってもですねまたいろんな忙しいもう女の子はいつだってですね恋に勉強にお仕事に一生懸命ですよ。本当ですよ、うん、はい、っていうなんかコメントをね僕リボンで読みました。はいはい、はい、でその主人公ですけどもこのメディエーラさんって方、ええ、うん、このメディエーラさんって方は祖母のおばあちゃんですよね。おばあちゃん、おばあちゃんって言えばさこの話は本気でやばだからやめた方がいい。ちょっとちょっとごめんごめんついちゃった。これはガチな話だからね。施設から電話が来ましたって話です。ちょっとやめです。それなしなしで。なしで。はい。なしで。このですね工房引き継ぎアトリエを開くことになったんですよ。はい。その、うん、引き継いだ。でその錬金術師の女の子なんですけども、うん、まあ、これからどんな工房にしようかなと思うわけですね。はい。夢膨らませて。みんなの役に立つ仕事がちゃんとできるかしらとかね。はい、ね、アルバイト雇った方がいいかしらとかですね。アルバイト雇ったらハローワークに雇用の募集出そうかしらとかですね。そうですね。もしそこまで考えて。ここはね、もう万引きクレーマーとか来たらどうしようかとかね、はい、で商品仕入れるなら問屋さんに前金払うのかしらとかですね、資本金は1000万円未満だったら一体何年まで消費税は免除されるんだろうかとかですね、まあ、いずれにせよもう今は制度は変わっちゃって1年目からなんですけど、あ、そうなんですか。あれ資本金1000万円未満だったら株式会社ってなんか2年ぐらいね若干昨年か、昨年から変わっちゃったんですよ。そうなんですか。ごめんなさい、続けてください。ごめんなさい、はい、ごめんなさい、今の僕2行目以降は、全部僕が継ぎ足した分でございま す, そうです、ね、2行目まではメーカーさんの広報誌なんです。そうです、それはみんなが悩んでることですね、正確には。そう、ま、僕は特に悩んでることです。小売りだった、小売りだった、はい、はい、まあこれが大変なことがいっぱいあるわけなんですけども、ね、はい、でそれがですね、こちらがあれおかしい、ん、何、湿気で、あでですね、はい、また女性向けタイトルってことなんですけども、女性向けタイトルだからかな、はい、名前の変更可能なんですけども、で名前の変更だけじゃなくって音声、普通女性向けタイトルって音声入ってこないが多いんですけども、はい、オンオフできるんですって、入ってるんですって。あ、なるほど。なのでそういう意味で言うとアトリエシリーズとして楽しまれる人、外伝好きのそういうことし、スピンオフで楽しまれるって方としては一切そのキャラクターに感情移入しない時に男性の方がプレイヤーされるとかでも、うん、音声入れて遊ばれることもできる、そういうのでね、よく作られてるかなと思います、ね、はい、もちろんシリーズファンを通しての方にもいろんなところでおなじみのキャラクターとか出てきましたので、はい、楽しみですけどね、うん、4月の12日明日セグの D です6090円、はい、で限定版がですね8190円で
設定原画集、はい、あとドラマ CD、はい、こちら、ドラマ CD 学園エルクローネ、はい、で予約特典でドラマ CD ドキドキ誕生日計画集結7人の男たち、すごいですね、すごいですね、7人の男たち、僕です、7人の男たち、夏物語みたいな感じまあちょっと違う、そうですね、まあでも、ね、いつものそのオートメイトさんの豪華な特典、うん、でね、ついてますね、どうしても7人とか言うとね、その時来るとね、ちょっとあの TBS の昔のドラマ思い出したけどね、あれあれですか、あれですね、はい、あれ大好きでしたけどね、僕ね、まあそこで言うあれですけども、そういう結構ね、まあ明日発売なので、ちょっとそういう意味でもオートメイトさんが手入れるアトリエシリーズっていうのもね、まあこっから入られる方っていうのがある意味入りやすいと思うんですよ。そうですね、うん、まあ、女の子は特に特にそうですね、うん、でこのエルクローネさんの、はい、じゃないわ、エリメーラさんなんですね、エリメーラさん、今までシリーズってエリメーラさんっていうなんとかさんのアトリエさん名前あげたじゃないですか。そうですね、毎回必ずで、エルクローネって名前じゃないんですって。エルクローネはじゃあ何なんですかね、どなた、地名なんですって。あ、なるほど、場所なんだ、場所なんですね、ね、中国四国のアトリエみたいな、そういうことなんですか。ああ、高松のアトリエとか、ね、なるほどね、はいはい、そういうことらしいですよ。あの北千住の、北千住のアトリエ怖いな、はい、コメントもいただいてますね、はい、いいよ、ね、まあ七人の見どころ、七人、うん、松岡修造七人、ああ、うるさそうです、ね、すごいですね、この間やっぱ松岡修造さん本出して、はい、あの新今度なんか発表会かなんかね、信じたいって紙入ったのを着てて、ガラス張りしてましたけどね、なんかね、どこらしいです ね, ね, ですね、はい、すごいですよね、すごい、はい、予約特典 CD のタイトルも、あ、ごめんね、僕タイトル普段ね言ってないんですよ。ああ、そっか、普段言ってませんね、うん、ですが、グルートには載せてます、はい、グルートの水曜 ATS のあっちにはですね、うん、もうずっと載せておりますので、そちらもご覧ください。はい、はいはい、ぜひ、ぜひともお願いします。はい、静止画出ますか？そちらも出ます。なるほど。一応どうも説明だけちゃんとします。これどうする？じゃあ、アーカイブで出します。はい。あの、そうですね、アーカイブで、はい、映像と PV の画像を作ってしますので、うん、あ、なるほど。してもいいですか？はい。じゃあ、今僕今この工藤さんと話は切ってください。じゃあまず続いてはこちらの VTR をご覧ください。はい、というわけでございまして、まあここから先はね、もう大変エクスクルーシブな内容ですね。はい、そうですね、今普通にご覧いただいている方、はい、YouTube でご覧いただいている方は、はい、何事もなかったように、うん、はい、今お願いします。すね、2本目のタイトルです。サイバーグロッツさんですね、はい、プレイステーションポータブルのタイトルで、プリンセスエヴァンジールポータブル。はい。はい、今ご覧いただいた VTR なんですけども。すごいでしょ？びっくりしました。びっくりしましたね。おかしいね。僕あの VTR の中に一つ仕込みしてましたよね。これね、仕込みしてましたね。まあいいですね。生でご覧いただいた方ごめんなさい。素材が間に合いません。申し訳ないです。申し訳ないです。こんなこともあるんですね。そうですね。でもアーカイブ対応してるんで、ぜひ YouTube。はい。また追ってご覧いただければ。あ、今、これは運営コメで。
踏み込むじゃないんですけども、はい、書いてます。映像機器のトラブルで、映像ございませんので、申し訳ないです。後で YouTube にアップしますので、そちらで番組通してご覧くださいませ。はい、ぜひご覧ください。はい、じゃあ、一回ここでカットした形にして、はい。そうですね。手で。2本目ですね、サイバーフロントさんの、プリンセス・エヴァンジール・ポータブルなんですけども、うん、昨年7月、ムーンストーンさんっていうブランドからですね、はい、PC ゲーム用タイトルが、早くも PSP で、結構こんな早くコンシューマーに移植されるもんなんだなって。1年経ってないんだ。なんでです。そうなんですよ。はいはい、で、主人公のですね、うん、小野木正也さん。はい。はい。正也さん。これですね、膨大な借金を、追わされてまして。追わされていた。うん、主人公。で、そうです。偶然ですよ、偶然。はい、街で絡まれているですね、老船員リセさんですよ。はい。今ご覧いただいたこの写真なんですけどもね、うん、1枚目の写真なんですけども、はい。生放送ではご覧いただけてないと思うんですけど、はい。この人がですね、悪党に絡まれてまして、はい。そしたらもう男だったら誰でも助けるわけですよ。なるほど。今、お嬢さん、お怪我はございませんかってあれですよ。やりてえ、一回。まあ、そんなシチュエーションがあったらね。あったですよね。そんな、まあ、人生で一回もありゃしないんですけどね。まあ、そうですね。まあ、ない方がいいんですけどね。ない方が本当はね。本当はね。うん、大丈夫ですか、おけが大丈夫。こんな釣り傷って言いながら、ちょっと、肋骨外れちゃってましたね。肋骨外れちゃって。涙目で。涙目で。痛い。そんな感じでしたね。はい。それですね、その老人さんの学校がですね、セント・ワンセンヌ女学園。セント・ワンセンヌ女学園。おー、ほら、ね、あ、このコメントでも、へぇ、綺麗な人ですねって。ね、そうですね、ね、本当に。このね、セント・ワンセンヌ女学園ですよ。セント・ワンセンヌ女学園、もう忍び込みたいですね。すごいですね、はい。僕だったら間違いなく、履歴書にそこ卒業って書けないですけどね。書けないですね。勇気って言いますよね。まあ、女学園ですからね。女学園ですからね。はい。でも、その女学園なんですけど、今度、共学にしようかなって思ってるんですって。はいはいはい。で、そしたらテストケースとして、その女子校に、一人、その主人公がちょっと、ね、助けてもらったついでになんなんだけども、ちょっとうち、男子校、女子校にから共学にしようと、はい、しよう、うん、試しにテストケースして来てくれませんかみたいな話になったんです。なるほど、うん、で結局ですね、まあ、共学に対しても OK の人もいれば、うん、まあ、いろんな学校の、ね、中の生徒さんとか生徒とかも、はい、まあ、NG な人とかもあれなんで、まあ、ちょっと1年間様子見ましょうっていう、そういう話でございます、うん、はい。で、まあ、ゲームの展開はですね、全部テキスト形式で進むんですけども、はい、面白いのがですね、全部26話でお話が1話完結ポン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 。アドベンチャーゲームの、例えば恋愛アドベンチャーゲームだったら何月何日とか、4月1日2日3日4日っていうパターンそうですね、うん、これはそういうんじゃなくて、例えば 何月何日っていうかというかは何章みたいな、はいはい、何話って感じで、そういう形で進んでいくので、例えば次は運動会、体育祭ですね、うん、みんなで行った修学旅行、修学旅行、思い出に残った運動会、はい、運動会みたいなのを、そうです、はい、あ、僕次落ちだったんですけどいやいいです、ごめんなさい申し訳ない、はい、いえそんなことはないですね。まだ、ね、3ヶ月だとこんなもんですよね。こんなもんですね。黒さんだったら分かってくれてた。あー、次が落ちだった。次が落ちだって分かってくれてた。ちょっと読みが浅い部分で。いやいや、そんなことないです。はい、でですね、そういう形で、全部アドベンチャー形式なんけども、25話の話数形式で進んでいるということでございます。はいはいはい、こちらも4月12日、セロノ C です。6090円。6090円。限定版はですね、8190円で、特製のブックレット、はい、並びにドラマ CD も付随しますよ、はい、ということです、うんうん。はい。まるで水曜どうでしょうかみたいだって、何の話ですかね。え、何なんだろうね。何がですかね。水曜どうでしょう。23区どこにあるんですか。そのこのセント・ヴァンセンヌ女学園ですか。どこでしょう。セント・ヴァンセンヌ、まあ、ね、さっきの話の流れだと足立区ですよね。すごい、僕でテレビとかに出そうですよね。一回僕高校の時にテレビにうちの学校でとかあって、はいはい、なんだっけな、花金データランドでとかです。花金データランド、はい、なるほど。なんかかっこいい制服の学校っつって、あ、かわいい制服の学校って、はいはいはい、うちの僕男子校だったんですけども、ね、かっこいい人超多かったんですよ。なるほど、商業高校。あ、7クラスか9クラスかなんかって、2クラスが商業。はいはいはい。うん。で、僕は商業のクラスでしたんですよ。うん、初めから商業、商人になるつもりだったんで。はい。いや、でもね、ほんとかっこいい人多かったですよ。なんか、なんていうか、男子校なんで文化祭とかあったら、女子校の人で女の子が友達とか、彼女とか友達呼ぶんですよ。はい。ミスで、なんとかくんの文化祭行きたいとか言うんですけどね。大体トイレ入ると、男子トイレの大きい子みんな閉まってますね。止めた方がいい止めた方がいいよな。はい。みんな使用中ですね。はい。はい、
でも、あの使用中だけど中から声してますからね。はい、さすが文化祭って感じですね。一人なのに声がする、不思議ですね。不思議ですね。なんだろう、花香さんかなみたいな感じで、ね、はい、ということでございます。はい、これどうしよう VR これどうしよう。いや本当は ね、 V 中にこれ、あの工藤さんが今混ぜてくれたんですよ、うん、これを、はい、混ぜてくれた、それを直しますって言ったんですよ。だいたい計算上何分ぐらいですか。1分まで直るんじゃない。ちょっと待ってみるよ、はい、これを、はい、これ1分で、うん、そんなバカな当時そんなまるで水曜っぽりくれてる。ああ臨海学校、誰が盗んだか分からない。給食費って何、あの手渡しだろ。ちょっと待ってください、振り込みじゃなかった。そもそも給食は義務教育課程ですよ。そうですよね、ええ、あ、そうですよね。いやパリコなんだ。スキー合宿、スキー合宿あったな。行ったまあ男子校だったからあれですけどもね、はい、うん、スキー合宿の先生がですね、うん、なんだろうね、テリー・ボガードにそっくりで。テリー・ボガードにそっくりだ。ボガード兄弟何君そっくりな。これ後の話に続きますよ。いや、特にオチはないんですけど。で、それで、だからあの、ただ棒あるじゃん。ストックポールを。で、これ、で、最初の初心者講師だったもんだから、うん、これ皆さん気をつけてくださいね、つって、これこれ風にやったりする。目とか刺したら、目とかバーンとか行きますよねって、バーンとか言ったんですよ。バーンっすから、バーンナックルみたいな話を。ちょっと待ってくださいよ。超マジで。何が嫌ですね。本当にね、いますね、25分で。25分になって、これ触れなくていいの、はい、いきますよ。はい、行きましょうか。はい、行きましょうか。ですね、これどうすればいいんですか。じゃあ、なんか一人、僕が直してるんで一人喋ってください。はい。はい、バラバラしました。とりあえず、めちゃくちゃに。はい、こんな感じで、はい、なりました。はい。1分数えてみます。あ、いいですよ。はい、僕なんか絞っちゃってから変えちゃってもいいですけど、まあいいですか。じゃあやってみましょうか。用意スタートでもいいですけど。はい、いきますよ。よーい、スタート。でも、それだと僕どうすればいいの。何を。ずっと黙っててしまうと大変ですよね。あ、でも、メールましょうか、その間に。そうか、それですね、大事なことがせいですかね。じゃあ、せっかくなんで、今日もたくさんいただいたメールの中から、ヨッシーさんのメール読ませてもらいます。ヨッシーさん、いつもありがとうございます。ごめんね、こんな時に。すいません、今、ウォークインさん頑張ってるんで。ウォークインさん、柴田さん、うん、こんばんは。あ、こんばんは。はい、僕にさん、うん、この間の花道受けお疲れ様でした。楽しく見させてもらいました。あ、楽しかったみたいですね。ありがとうございます。話は変わりまして、最近治りました。天候が、うっそだ。あ、本当だ。これどうします、2回目いきます。本当に本当に、うん、すげえ、すごい。だって西大児童館でパズルの光くんって言われてたんだもん、小林先生から。西大って西大児童館です。西大児童館ってあの自殺が多い公園の近くに。あ、違います、それ高島平の方。あ、それは高島平の方ですか。なるほど。本当にまずい。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、というわけで、うん、話は変わりまして、うん、最近天候が目まぐるしく変わることが多く、うん、春だなと思えてきました、うん、そこでお二人はふとした瞬間に何か季節を感じることはありますか。うん、友人が大体季節の変わり目に倒れます。ああ、うん、ちょ、電話したら具合悪いって言います、はい、もうちょっとだけセンチメンタルな。はい、ファーストウィンドウ。ファーストウィンドウ。あれね、発売当初に、はい、ちょうどファミ通で、はい、テレカ10枚組のプレゼントで僕はがき何百枚も買ったんですよ。おー、すごい。そんなの欲しくて。あらら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 ら、僕あれ NEC インターテネットさんがセガさん出すって時に、あーちぎしょー PC エンジン裏切りやがってってふつふつと、ふつふつと怒りで、はい、僕、うん、そんな感じで、そういう感じで。まだ今ファーストウィンドウは未開封のまま言えないますけどね。本当ですか。譲ってもらっていいですかね。いやー、どうだろう。あんなの買えた時今10円とかですよ。本当ですか。一時当時ね、発売当初すごい半端じゃなかったですね。2万ぐらいありましたね、ね、だっていましたもん、当時の僕の周りの人も、なんて言うんですかね、ときめきを捨てて、うん、そっちを買い取りに出してって言ったら言いましたよ。でも、はい、やっぱね、うん、まあ、作画もそうですけど可愛かったっすもん、うん、まあいいや。あ、はい、なんでもないです。なんでもないです、はいはい、暗黒大極拳でしたっけ。暗黒大極拳、暗黒大極拳、大極拳、まあいい、そう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 、はい、ね、すごいじゃない。はい、はい、いや、そんなことで、こちらのですね、ウォークイーさんの夏の先取り、違うよ、春の格好してきたらびしょ濡れになったの。はい。今日はですね、寝具上の話をしてもらってます。だから、はい、この雨の土砂降りの中、
持ってきたわけではありません。置きっぱにしてました。はい、これネオジョ、こういうのですね。まあ、なんでネオジョの本体、ネオジョの話をしようかと思いました。うん、はい。ね、理由は単純です。はい。SC さんが白っつうから。はい。まあ、ネオジョはね、みんな知りたいですからね。そうですね。ネオジョってですね、まあ、いろいろ僕の方からの観点からのトークになってしまうんで、はい。まあ、この間も PC エンジンの話ちょっとしたんですけども、残り20分ですって。ぜひ。ぜひとも。ぜひ。短いな、おい。ぜひ。入場1990年にですね、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんで、ご存知の方は、そうだそうだ知ってるへいへい法ぐらい言っててくださいな。うん、SNK よりリリースされた業務用のゲーム機でございます。うん、ね、うん、入場新たなる第一っていう意味から名付けられてるんですけども、はいはい、まあ、家庭用としてはですね、入場の、僕の方映してるの、こっち映してるの、まあ、どっちでもいいや。入場の話をします。はい。はい、で、その結局珍しいのがですね、それまでレンタルビデオショップなどですね、貸し出しという形を始め取ってたんですよ。うん、ネオジョってまあ家庭用としてもちろんネオジョ存在してたんですけどね、はい、まあ存在してからここにあるんですけども、うん、はい。おー、なるほど、そうかそうか。僕今工藤さんが映ってるのは MVS だ。だね。そうです。だから発売日が俺ごめんわかんない。で、工藤さん悪い、これこれないか。あ、そうか、こっちやつらも言ってた。うん。で、この SNK って社名なんで SNK って知ってます？新日本工業。おシリーズね。何でしたっけ？企画。あ、新日本企画か。うん。で、ネオジオも、世界でアメリカの方で発売するにあたって、はい、新日本企画って名前がちょっとわかんないから、ローマ字表記した時に SNK にしたんですよ。ただね、社名がですね、株式会社 SNK なんですよ。当時はまだアルファベット表記の株式会社の登記ができなかったんですって。できなかったんだ。うん。ああ、そうなんだね、思って。はい。お、ほら、テペさん、SNK イコール新日本企画です。そう乗っかってこられてます。その通りでございます。はい。でですね。で、まあ、業務用としてはですね、当時低価格かつ小スペースということですね、一、はい、つの筐体にですね、4つから6つのゲームが中から選んでプレイできるネオジオっていうですね、はい、入ったよね。4つ入ってたよね。あれ、ゲームセンターならではのスーパーとか駄菓子屋さんでもよく設置されてたんですよ。やっぱり印象的なのは、レンタルビデオ屋の前にはほとんど必ずネオジオの筐体ありましたよね。ありました、ありました。そうそうそう。うん、やっぱね、もともとね、いろいろお貸してくださいって営業の方来られるんですけども、特にもともとネオジオ、レンタルビデオ店から入ってたもんだって、ね、うん、それは結構で、ね、懐かしいっていうのは、まあ、画期的な言い方ですよね。うん、そう。で、まあ、格闘技系の、そうそうそう。2本と、シューティングが1本と、アクション1本。そうですね。そう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 。そうそうそう。結構入ってましたね。はい。ゲーム屋さんの中にもね、入ったりするのがあって、うん、もう置かせてもらってで場所で貸して、だゲーム屋さんは場所で貸すことによって、一切機械の中触らなくても、うん、お金だけちゃんと、マージンがやってくれるんで、うん、SNK としては、いろんなところに普及ができた。でお店としては場所を貸すだけであって、はい、どんどん人気のあるゲームがあればどんどんお金が回収できる。理想的ですよね。ですよね。でもまだ最初で置いた当初はやっぱりね、結構見向きされなかった時期が多かったみたいですよ。そうなんだ。うん。まあ結局家庭用として発売されたそのネオジオも90年の11月に発売されたスーパーミコンですからですね、はい、スーパーミコンの本体は2万5000円ですよ。2万5000円。うん、でソフトが6000円から9000円だったかかわらずネオジオ本体が48,800円。はい。うん。でソフトがまあ3万円以上が当たり前だった時代ですよね。そうですね。まあ、高価なもの、まあ、基板も2枚使っててあったんで、まあ、それがですね、まあ、しかしまあそのゲームセンターで稼働して売るものそれがそのまま家で遊べるっていうのは、うん、今のまあ360のプレイステーション3とかがある時代と違ってっていう衝撃。当時は画期的ですよね。そうですよね。だったものですので。で、まあ、しかもですね、まあ、その、まあ、ゲームセンターで稼働してるゲームを家庭で遊べるだけではなく、メモリーカード、さっきこれですよね。そう。こいつ。そうそうそう。こいつを、こういうツールで利用することによりまして、はい、例えば家で、レンタルビデオ屋さんから借りてきたゲームを遊んでて、それセーブすると。でも返しちゃったけども、遊びたいな次はまたこれをアーケードに持ってって、はい、またそれで遊べる。逆に、アーケードでお金入れて、ああここでゲームオーバーになっちゃったってセーブしちゃっといたらそっから家に帰ってまたそっから追加できると、うん、ただですねメモリーの様子が大きくないんですけども RPG とかネオジオはあんまなかったんで、うん、なかったかローム版はなかったかも。だからいつもはスコアとか、はい、途中格闘ゲームだったら途中経過の記録だとかそういうのに使われることが多かったのがネオジオですね、うん、だから覚えこれ箱がないんでわかんないですけども本当はこれにプラスチックのファミコンのディスクシステムみたいなケースがあって、はいはい、でそこにエンベローブがそのカビあって、しかもそれここになんか貼る、なんだっけ、シールがあったかな？あって、で、そこから紙パッケージなんですよ。で、これ、新しい後継型のネオジョのカードなんですよ。そうですよね。そう。うん、古いやつはね、PC エンジンの周回みたいな袋に入ってて、はい、で、紙袋に入ってたんですよ、うんうん。っていうものだったんですけどね。はい。メモリーカードは SNK 専用機じゃないと使えないかなんて、そうですよね。そうですね、そうでしたね。まあ、
でもそれプレイステーションのメモリカードってプレイステーション使えないでしょ、まあこれはでもアーケードの話をしてるんじゃないですか。あ、そうですね、そういう意味で言うとね、そうですね、まあそう、でもネオジオのプレイステーションのメモリカードって結構アーケードで連動したりとかして、ギターフリークスで使いたいとか、コナミのビートマニアで使いたい、そういうのもありましたけどね、当時はね。すごいね、そういうところから考えるとコンシューマーとアーケードを結んだというものでいったら、ネオジオが最初だったわけです。そうですね、こういうところすごいと思いますよ、すごい。で、まあその、あ、まあ、で、何他にも、画廊伝説1は当時興味を持ったらあかんのか、画廊2だってグラフィックやシステムに親戚がつきました。画廊伝説の1よりか、どちらかしたら100メガショックいったら、リュウコの剣だとか、画廊伝説2ぐらいから。リュウコの剣が最初の100メガショックでしたよね、確か。そうですね。あら、珍しく今日ゲームのから話に絡んでる、ね。いや、僕毎週丸ゲー行ってましたもん。丸ゲー行ってましたか毎週。神田までいたから。マジですか、はい、あー、丸ゲー、それは、それは、それは。マルゲア行ってーゲームやって、ガロスペ の CD 買って、家で聴いてっていう生活をしてました。ああ、そうだったんですか。はい、マルああ、びっくり。あれね、なんて言ったっけ、ねえ、だってマルゲアがなかったら、今の吉崎みねさんないですよね、そうなんですよ ね。そうなんですよ。これはね、みんな覚えておいた方がいいですよ。覚えてほしいんですよ。ケロロファンもないのかも。そうですよ。まあ、その前に、もっとゲームストの前に、吉坂みねさんがね、エロ漫画家でもあったんですよ。そこ触れないのはいいですか、はい、ごめんなさい。はい、今、タイトル言いそうになりましたね。危ないところです。なんでもない。なんでもないですよ、本当に。僕、ゲームとかやんないんで。ね、はい、けどね、ゲームとか、もうまたそんな、ね、やめなさいよ、ケロロ軍曹になって、ねね、マクロランドのハッピーセットにもついてきますからね。今はね。今はすごいですよね。はい。わかりますね。当時、まあ、家庭用ゲームが、はい、家庭用ゲームに移植されるってことはまあ珍しいことではなかったんですけども、まあ、家庭用ゲーム機とは今と違って性能にも増すという意味では大きな差があったじゃないですか、はい、ネオジオがそのまま移動するっていう分では、そういうまあよくできた移植だったのもあったんですけども、全く同じものが家で遊べるっていうのはやはり全く一緒、全く一緒、全く画期的だったんですよ、まあ、そうです。言い方を変えるとですね、まあ一般ユーザーの方が普通、ネオジオは高い高いって思うかもしれないですけども、アーケードのユーザーの方は家で基板買ってきてハーネスでつけて考えたら、1ゲーム10万20万当たり前の世界なんですよ。そうですよね、それを考えてみるとネオジオ安いなんですよ。安いですよね。1ヶ月ぐらい待ってればすぐネオジオでロモア版が出るから、はい、そう考えるとね、安かったわけですよね。そうですね。それでもね、MVS のタイトルが全部ネオジオに行ってるわけじゃないんですよ。うん、うん、一部発売されたから、だからボンバーマンもそうですし、はいはい、ごめんなさい、そういうもの、あとパニックボンバーもそうですし、今ボンバーマンって名前出てきてねえな、ボンバーマン系多いですね、多いですよね、そういうものもなんか一部ありますよね、はい、うん、あのネオジオに動かなかった。で、まあ、その後ですね、まあ、ネオジオを大きく飛躍させたのが、まあ、格闘ゲームのブームがそう、ね、上がられます。格闘ゲーム伝説とか93年からの、そうですね、ゲームこの件サムライスピリッツなど、はい、まあ、ゲーム性だけではなくてですね、まあ、その SNK のタイトルでキャラクターもすごい魅力的なキャラクターが多くて、本当そうでしたね、ええ、うん、ありますよ、サムスピア、半端じゃなかったですね、特にあの三鷹市のキャラクターにもなったあの女の子が、うん、そう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 、ナコルドですよね。そうですね。なんで今名前出さなかったんだろう。はい。ね、別に出してもいいと思いますよ。そうですよね。ブラスバンド部の1年目の先輩がナコルドの同人誌を、いや、同人誌を合宿に持ってきました。はい、合宿に持ってきた。ブラスバンド部の合宿持ってきました。はい、みんなそれで合宿したんですね。いや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 。ランド合宿だなって、はい、僕のあのとんがりコーン投げて遊んでましたけどね、とんがりコーン投げて遊んで、投げてあの先輩にぶつけて遊んでました。食べ物で遊んじゃダメですよ。ダメですよ。師匠はリムルルの方なんだ。リムルルの方だったんですか。まだあの時リムルルもプレイヤーキャラじゃなかったね。後ろにクマに抱きかえてるでしょ。ワン新サムですか。新サム、新サムです。新サムぐらいですか。うん、そうですかね。あの頃はまだチャムチャムか。そうです、そうですね、チャムチャム、新サムはチャムチャムでしたね、うん、自分のところも50円でした。そう、ネオジオンの飛躍した中で良かったのが、結構ワンプレイの料金安かったの。100円2プレイ、ワンプレイ50円とか、一番いいとこ行ったら中島で、ね、50円2プレイ、20円ワンプレイとか。そう、20円ワンプレイありましたね、中島は。そういうのもね、しましたね。アニメ化もありましたね。サムライスピリッツとかあってね、サムライスピリッツなんて、ハオマル。ね、の声やってる人、はい、香取慎吾さんですからね。あ、そっか、すごいですね。あとは大張先生の画廊伝説系ですよね。大張さん、そうそう、若いです。もうすごい、本当によくご存知なんですね。いやいやいや、そんなことない、僕ゲームとかやんないんで。またまたそんなことないですね、はい、で、まあその94年にはですね、その高等なソフトの弱点をカバーするべく、はい、ミュージョ CD、はい、こちらですね、
もうボスの面接から映してて、はい、映しとけ、はい、表面だね、ネオジョ CD はこれ、はい、これです、はい、ラブラブミンキーの方はちょっと出てください、はい、でこれでですね、ネオジョ CD 出たんですけど、 CD ロムって650MB なんですよ、はいはい、うん、まあ、大容量かつ安価に量産するメディアって見てた、ね、CD は一番安いですからね、一番安いですよね、うん、で当時ゲーム機も CD ロムを採用している PC エンジンのキャッシュのメモリ、つまり650あるんですけども、うん、キャッシュメモリって言ったら本体の前のメモリ、つまり言ってしまえばあのローディングをするじゃん、持ってきますよってやつ、そうですね、そうですね、うん、CD から直接ゲームが遊べないんで一回読み込んで貯めておきますよっていうのが、うん、PC エンジンですら当時はまだ2メガビットだったんですよ、2メガビットでございます、はい、ですがネオジョ CD 56メガビット、はい、56メガビットもう28倍、恐ろしい、だからこそあの全部一気に読み込めたっていう、そうですね、なんでね一回56メガ以下のゲームだったらローディングないんですもん、一番最初のローディング、そっか、行ってしまえば、行ってしまえば、うん、ということですね、まあ、そういう本体に大きなラムを搭載するっていうのが通常のネオジョと、一回全部ガツンって読み込んじゃうから通常のネオジョで動く、一番その2メガしかないってことは、うん、まあ、PC エンジン版の画廊伝説とかあったとしても、うん、あの同じ容量を読み込んでても PC エンジン版画廊伝説はあのアーケードカードなんで16プラス2で18なんですけど、はいはい、そこ以上の読み込みができないと貯めたことか、うん、できない、 D ラムって言って、うん、ラムも当時高かったですから、そうですね、うん、なんでこれもやっぱね高くなっちゃうんですけども、ただそれの逆に弱点が読み込みが長いっていう感じなんですね、そう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 、本当にそうなんですよ、そういうところがです、まあ逆その後倍速 CD で1年後にですね、うん、ネジョ CDZ も発売されているんですけども、はい、まあ、ローディング時間がいちいち長すぎ、あれが耐えられなかったらずっと安かったんだけど、そこ。で、ある意味ネジョ CD って妥協しないんで、アーケードと同じってことを言ってるんで、ローディングを少なくするために、いろいろ圧縮してね、あ当時やれば、そういうタイトルも若干あるんですけども、はい、そこをあえてやらないと。うん、例えば、わかりやすいんですけど、キム、画廊伝説スペシャルとかでキムのステージで、はい、中央のステージだと、建物のビルがあるんですよ、はい、例えば普通そのビルがあの斜めからクォータービューで映ってるんです、背景が、はい、そのはい、そういう斜めになってるビルなんですよね、でも例えばそこで PC エンジン版はあのそれはある意味技術の、あのわざわざ技術してるけども、うん、1の1本の線ビルの100分の1か10分の1で1本の線書いて、あとそれを複製してるんです、あ、なるほど、ちょっとデータの情報量が少なすぎるんですよ、すごい考えてます、ですので、そうするとよあの一番平面のビルになっちゃうんですよ、はい、でもそこをそこに落とすことによってゲームの部分を大きくし、あのそういうところを一切切らない、本当にアーケードのまま移植しようとしたらネオジョ CD、うん、いろんなところとか圧縮もかけないと、もう全部そのまま使う、だから一回調べると対戦で一回対戦したら、うん、勝敗が決まったら終わるパターンあるじゃないですか、はい、またローリングじゃないですか、うん、でも背景が朝昼晩っていくと、あ、はい、ステージごとでまた読み込むじゃないですか、ラウンド2行っただけでもまた読み込んだりとか、はい、ものによっては1ステージだけでも56名があるんで、うん、背景のグラフィックだけでも、うん、あのねワクワクセブンとかはねネオジョ CD 版出てないんですよ、あ、なるほど、56名が1対戦だけでもオーバーしたので、はい、じゃあセガサターンだったらなんで、そうなんだ、じゃあセガサターン版は圧縮したんですよ、圧縮してセガサターン版だから廃棄が汚くなっちゃう、はいはい、でもネオジョ版は出せなかったのはネオジョ CD でそれをやるとなると、ネオジョはアーケードのまま出したいっていうことがあって、うん、あえてネオジョ版出せなかったんで、うん、そういうタイトルもあったりとか、なるほど、いろいろ細かくあってしますね、そうだったんだ、そうです、カッピーさんゲッチコピーをガッチコピーがすごいゲームを連れて帰ろう、あ、そうですね、うん、そうですね、そうでしょうね、で、まあ、2004年にはですね、最後サムライスピリッツゼロスペシャルが発売されるんですけども、はい、これがあの結局14年間続くゲーム機の中では歴代類を見ないハイドとしては、まあ14年続く、僕これちょっと調べてからですね、すごいな、やっぱ一番長いですよね、うん、しかも僕はあのこの間ブログにですね、ゲームの本体の発売機から最後に発売されたゲームまで何日間っていうのを調べてブログに上げました、すごいな、なのであのよかったらあのタダポンランドのこっち側でググってください、ボンバーマンでググっても多分すぐ出ます、あ、すごい、ぜひご覧になってください、つながります、まあいいですけど、その結局そのサムライスピードゼロスペシャルってここかな、ここだ、これですね、ここ、そしたら最後の最後に2004年の7月15日ね、これここだけ税込みって書いてあるんですよね、2004年の4月にですね、消費税の総額表示が始まった、そうなんですよね、うん、総額表示しなきゃいけない、そうなんですよ ね、 ね、あのなんで始まったんですけども、これ最後の最後でちょっといろいろニュース沙汰で暴力的表現の問題があって、うん、修正を加えたら
日本酒のユーザーは逆に怒っちゃって、怒っちゃったんだ、アーケードそのものままが正しいんじゃないのかって言って、そうですよね、ね、まあ、そういうの表現、そういうのがあったんで、はい、後からバグ修正回収になってるんですけど、はい、ただ、まあ、回収した理由もそういうのがあるんですけども、技が変わっちゃったりしたんですって。ああ、なるほど、うん、だからこのグラフィックがただ視界で描いてたりとか治療表現が抑えられてるとかそういうことだったもあるし、もう技そのものが変わっちゃったりしましたんで、まあ、それが、ね、ちょっとかわいそうな形 でこの最後のタイトル、はい、取扱説明書一番最後のページにですね、ええ、こんなことが書いてるんですけども、まあ、これまでネオジオ家庭用ロムカセットをお買い上げくださった皆様本当にありがとうございました。14年の長きにわたるご愛顧に心より感謝いたしますとかでカンって書いてます。いやこんな書く僕今泣きそうですからね、うん、で普通 メーカーって、はい、コンシューマーメーカーって、このゲームがコンシューマー最後のゲームですって言って出さないですよ。そうですよね、うん、ただ不思議なんですよね、はい、一時期噂になったのは、うん、なぜか最後のソフトはメタルスラック5だって言い方がされてた時期があって、そう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 、あのね、これね難しいですけども、こなんて言うんですかね、この間に、なんて言うんですかね、あれなんて言うんですかね、この間にこれ今 MVS 入ってるんですけども、はい、ネオジオ64が入ってきたんですよ。あ、はいはいはい、トリオンチップって言ったの、はいはいはい、そっちに移行するんじゃないかみたいなのがあったりとかして、一時期ね、そうサムライスピリッツとかメタルスラック5でそこで最後じゃないかって言ったけども、結局なんどうなったのね、結局全部ネオジオのソフトで言ってしまう、ここに、なんすかごめん、皆さん SNK バーサスカプコンってあるじゃないですか、はい、これね、ネオジオじゃ MVS じゃないんですよ、基盤違うんですよ、基盤違うんだ、うん、なんで初、それなのにわざわざネオジオ出したりとか、はい、なんだったっけな、ごめんなさい忘れましたけど、MVS 基盤じゃないんですよね、だからそういうやつも移植されたりしてるんで、まあ最後だこれサムライスピードゼロスペシャルの後ですよ、はい、これポチッとにゃーってあるんですよ、ポチッとにゃー、はい、これポチッとなってコンパイルの人たちが作ってますからね、あの人たちですよ、あの方々が、うん、で、そうですよね、そうです、キングオブファイターズの2003って入ってないですよね、あ、本当だ、だからネオジオのロムじゃ基盤じゃないんです、確かだと思うよ、うん、簡単な、うん、ごめんね、ちょっとね今そんな感じで言ってますけれども、はいはい、ワクワクセブンってロムだけだったらね、発売が、そうです、そうです、そういうこと、そういうと、だからセガサターンまだ出たりしたんですけどね、うん、だからアーケードからの移植は、入手に抜かすと、はい、セガサターンが拡張ラムカートリッジって、1メガと、その後4メガっつって、セガサターンの後ろ側にガチャングスだったんですね、はい、あれを刺さなくても、プレイステーションに、拡張の、プレイステーションのラムの容器多かったはずなんですけども、さらにあれがつくもんですから、プレイステーションだったら、ポリゴンはいいんだけども 2D のドット打ちのゲームはやっぱりセガサターンの方がいいっていうのが、ああ、ね、そうなんですよ、あ、やっぱ強かったですね、その時からやっぱりスーパーミコンの PC エンジンでも、スーパーミコンって一番 PC エンジン主従点に弱いんですよ。そうなんですか。スプライトとかで例えば、グラディウスとかってもオプション3つとかで弾飛んできたらもうチラチラチラするじゃないですか。あ、そっか、そうですね、でそう思うと PC エンジンのやる場合は、うん、そっちの面では強いんで、うん、PC エンジンってシューティングが多かったりとかね、はいはい、うん、あ、そういえばそうだ、そうです、ね、ええ、スーパーミコンのボンバーマンって4人対戦ですけど PC に5人対戦じゃないですか。あ、そうだ、5人処理できないんです。そうですね、そうなんだ、5人処理できなくて後から、SF1 チップっつって、はい、カセットの中に別途 CPU 入れて処理させる、あ、そういう対処もあったりとかも、はいはいはい、なんで当時はほらね、結局ゲーム機っていろいろあったけども、アーケードそのままだったんですけども、高いありますけども、メガドライブだったらメガドライブ、PC エンジンだったら PC エンジン、セガスターン、プレイステーション、いろんなのあったけども、PCX もそうだけども、いろんなものあったのに、そのハードにより、ここが強いみたいなところやっぱりあったんですよね。そうですね。うん、FX なんかグラフィック、すごいアニメーション強いよって言っても、ポリゴンチップつってなかったりとか。はい。うん、SLK で一番は、月下の剣士ですか、テペさんは。月下の剣士か。うんうんうん、まあ、あれも良かったですね。そうですね。そうそう、SLK ゲームはセガサターンが一歩群を抜いてた。うん。そうかな、プレイステーション版でも SNK がゲーム出してたんですよ。ただやっぱり結構後からずれて若干いろいろ追加要素を入れるんだけど、いろんな部分を削ったバージョンでしたね、私の20代全てを捧げていってたのも過言ではないですか、はい、ああそうですよね、バーチャルボーイの短さに全俺が泣いた、ああコメントで、バーチャルボーイはね、バーチャルボーイのロンチから最後に発売されたタイトルまで、はい、150日ぐらい、半年ぐらい、そうです、半年弱、はい、あ、しまった、俺発売日のリスト持ってきてたんだね、そうだね、こんだけあります、はい、
まあそんなことをしながら、ごめんなさい、まあ今日番組ご覧いただいた方は VTR で並びにちょっと機材トラブルでご覧いただけませんし、そうですね、大変申し訳ないです。後ほどリピート放送で改めて編集したものがご覧いただけると思います。そちらは YouTube でご覧ください、はい、またそのですね YouTube とあと私もソーシャルネットワークサービスのグルート、グルート、こちらにおきましてですね、アクバロッティビクラブ9の番組のこちらファンクラブじゃないな、ボケルさんファンクラブ扱いなんだけども、うん、まあ今回紹介してましたタイトルもご紹介しておりますので、うん、そちらもぜひともご覧ください。また、はい、アキバロ TV クラブこちらのサイトグループの中ではですね、アキバロ TV の全番組の全番組チケットがオンライン購入できます。はい、はい、ぜひともそちらもご利用いただければと考えております。で、さらにセブンイレブン設置店 のマルチコピー機ではですね、アキバロ TV の各番組の出演者のオフショットプロバイド、こちらがお買い求めいただけます、はい、ポタコですね、ポタ番号を押したら買いますので、はい、私たちも買えるようでございます。はい、障害映像はスタッフがお食いただき、いやそういうもん食えるもんじゃないですかね。そうですね。ですね、はい、ま、今回も番組の中でメールをご紹介させていただいた、いつしかちょっと時間がなくてお読みできなかったんですけど。そうですね。申し訳ないです。申し訳ないです。あとで1分ちょいしか時間なかったので。はい、で、他にもですね、こちら info@akibaro.tv まで。また、現在 akibaro.tv のトップサイト。ホームページからバナーの上のこちらのですね、コンタクト、うん、バナーを押していただければこちらもメールフォームご用意しております、はい、でこのように番組の中でもご紹介することありますので、もしご紹介いただける場合はこちらハンドルネームして添えてご覧、はい、ハンドルネーム添えて添えて、お送りくださいませ。お願いします。はい、明日はですね AT サーズデー、琴の真央さん、山岸真理さんがスマホだらけアプリのガジェット情報でございます。はい、はい、というわけで寝落ち上ということでちょっと時間をゆっくり取らせていただきました、うん、ね、だってほら僕らあと3回じゃない、なんだかないや、ん？なんかうざんことないですよ、なんだか、うん、冗談ですよ、はい、そうですね、冗談ですよ、冗談ですよ、なんでそこでハハハハハって笑いもなくなるんだ、はい、はい、というわけですね、はい、はい、コメントはクラークで、今からクラークじゃまずいか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、いいのそれって、いいことですよね。